今回の動画はアンテックの提供でお送りします。カピラボ、皆さんどうもこんにちは、カピさんです。本日はインテルコア i7-12700K をケース内冷却ができるか検証をしていきたいと思います。バラックにはなりますが、以前の動画で 360mm 簡易水冷であれば定格では問題なく運用できることがわかりました。なので今回はアンテックが冷却には力を入れているというケースと、新発売の簡易水冷2種類を使ってエアフローや実際のケース内温度を計測していきたいと思います。今回の流れはこんな感じ。まずは今回使うものを紹介。簡単にケースや簡易水冷の中身の確認をします。次にエアフローや簡易水冷の取り付け方を考えてみたいと思います。最後に 240mm と 360mm での温度比較や CPU や GPU を冷却しきれるか検証します。では早速やっていきましょう。まずはケースの紹介。今回使用するケースは DF700 フラックスというケースになります。こちらはすでに色々な YouTuber さんが紹介されているので、ケースの細部などは概要欄にリンクを貼っておくのでそちらを見てください。大まかに説明すると、フロントにメッシュパネルを搭載し、ケース内に風を取り込むことを重視したケースとなっています。最近ではグラフィックボードだけでなく CPU の発熱も大きくなっており、窒息気味のケースでは冷やしきれないようなスペックのものも出てきています。そういったものをケース内でも冷やせるようにと設計されたものですね。エアフロー重視は最近主流となってきています。ちなみにフロントには光るファンを3枚標準搭載、リアとボトムにも1枚ずつ光らないファンが付属しています。ボトムのファンはグラフィックボードの冷却を考慮して付属しているようです。このケースは最大9枚のファンが搭載できるようですが、トップにはファンが付いていないので、簡易水冷を取り付けるのであれば問題ありませんが、空冷で組む場合はトップにもファンを追加した方が良さそうです。私は簡易水冷はフロント派ですが、メーカーホームページ画像ではトップに簡易水冷が設置されているので、今回はこれに倣って簡易水冷をトップに設置していきたいと思います。また、ケースサイドはガラスパネルとなっており内部が見えるようになっています。中が見えるとなるとやはりピカピカ光らせたくなります。その他にも背面にはストレージスペースや LED やファンコンもしっかりとついており組みやすいケースとなっています。ゲーミング PC のケースとしてはストレージの搭載スペースも必要十分といった感じでしょう。基本的にケースの吸気部分にはメッシュフィルターがついているので掃除もしやすそうです。とりあえずケースの説明はこのくらいで簡易水冷を見ていきましょう。今回使用する簡易水冷は 240mm と 360mm のものになります。商品名はシンフォニー ARGB というクーラーになります。こちらは LGA1700 にも対応しており、インテル第12世代でも使用できるクーラーとなります。市場想定売価は 240mm が税込み13,800円、360mm は15,800円となっており、簡易水冷の中ではお手頃な価格帯となっています。開封してみるとこんな感じ。ラジエーター本体にはすでにファンが付けられていました。ファンの取り付けの手間が省けるのは非常にありがたいですね。ポンプヘッドは鏡面仕上げとなっています。この部分は光るみたい。CPU との接地面は同性で仕上げもかなり綺麗です。冷却には期待できそうですね。付属品はこのようになっており、説明書は簡易的なもので残念ながら LGA1700 の取り付け方法の記載はありませんでした。内容物は各種対応ブラケットと金具が一式、あとはグリスとなっています。LGA1700 の取り付け方法が書いてなかったのでここで取り付け方法をご説明します。まずはこのバックプレートを取り付け。バックプレートに印があるので上下を間違えないように取り付けします。両面テープを剥がしてバックプレートが落下しないよう貼り付けます。こんな感じ。表から見てしっかりと穴があっていれば OK。次に簡易水冷のヘッド側にインテルのリテンションを取り付けます。両方のリテンションの取り付けが完了したら簡易水冷側の準備は OK。あとはグリスを塗って付属のネジでヘッドを固定するだけです。LGA1700 の取り付け方法は以上。アンテックさん簡易的な説明書は付けた方がいいですよ。ちなみに 240mm と 360mm の違いはラジエーターの大きさと搭載されているファンの個数のみですね。付属品などには違いはありません。今回この簡易水冷の売りとしては主要マザーボードメーカーに対応した RGB LED を搭載しているということ。ラジエーターに搭載するファンだけではなく、ポンプヘッドも光るようになっています。あとは高品質なチューブを使用し液体のロスを低減し冷却効率を高めたという点にあります。
冷却に関しては後ほど温度計測をしてみたいと思います。簡易水冷の説明はこのくらいで、その他使用するものはこんな感じ。使用する CPU は 12700K、マザーボードは DDR4 版の Z690 トマホークを使います。メモリはアンテックの刀の 3200MHz を搭載。今回は 8GB を4枚取り付けます。このメモリは本当に美しくていいですよね。ストレージはサムスンの 1TB の M.2 SSD を搭載。グラフィックボードは RTX3060Ti。電源はアンテックネオエコの 850W を使用します。構成は以上となります。それではまずはバラックで温度を計測してみましょう。まずは 240mm 簡易水冷で CPU 温度を計測してみます。計測にはシネベンチ R23 を10分間回しました。室温25度設定で 240mm 簡易水冷搭載時の最低温度は平均22度程度、最高温度は87度でした。他の簡易水冷でもそうですが、連続で 100% 負荷をかけ続けるとやはり 240mm では心もとないかもしれません。サーマルスロットリングは起きることはありませんでしたが360がいいなと思いました。それにやはり簡易水冷は温度の下がりも早いです。高負荷が続かなければ気にするレベルではないのかも。次に同条件で 360mm 簡易水冷でもテストしてみました。こちらも室温25度設定で 360mm 簡易水冷搭載時の最低温度は平均16度程度。最高温度は76度となりました。やはり圧倒的に 360mm の方がいいですね。ケース制約がなければ 360mm をおすすめします。結果はこんな感じ。最高温度が11度低下しました。高負荷がかかると熱くなる12世代 CPU では i7 以上は 360mm 簡易水冷をつけると安心できそうです。まあ、240mm でもいいんですがケースに組み込むとなると、少し不安ですよね。それでは実際にエアフロー重視のケースに組み込むとどうなるのか、それを見ていきましょう。それでは 240mm 簡易水冷で組み上がったのでエアフローを見てみましょう。今回のエアフローはこんな感じ。フロントと下部から吸気し、トップとリアから排気します。エアフローのバランス的にはいい感じだと思います。それではこの状態で10分間負荷をかけていきましょう。負荷前の最低温度は平均で約18度。バラックの状態よりも冷えていました。室温は同じにしているので、かなりしっかり吸気ができているようです。最終的な結果はこんな感じ。ケース内に収めたことでバラックよりも冷却効果が高くなりました。極冷ケースと言われるのも伊達ではなさそう。無理かと思ってましたが、このケースであれば 240mm 簡易水冷でも 12700K は問題なく冷却できることがわかりました。バラックより低いとは、なかなかいいケースですね。ゲーム時のケース内温度を知るために FF15 ベンチマークで10分間ループもやってみたところ、CPU 温度は上がっても約50度、GPU 温度は約65度に収まりました。これならば常用に全く問題はありません。とてもよく冷えていると思います。では次に 360mm 簡易水冷でテストしてみましょう。360mm 簡易水冷を取り付けた見た目はこんな感じ。エアフローはこのようになっています。フロントと下部から吸気し、トップとリアから排気します。ケース内で直接熱を放つのはグラボが主となるので、このエアフローなら冷却は問題ないはずです。それではこの状態で10分間負荷をかけていきましょう。負荷前の最低温度は平均で約19度。240mm の場合と大差ありません。バラックと比べると若干温度が上がっていますね。ちなみに最終的な結果はこんな感じ。最高温度は78度となりました。こちらはバラックと比べると若干温度が上昇したのは、ケース内でフロント上とトップ右のファンがエアーの取り合いをしたからなのかもしれません。しかしケースに収めても温度は大差ないので、このケースとこの簡易水冷との相性はかなり良さそうです。ケースに収めてゲームをした時の温度はこちらも CPU が約50度、GPU が約65度に収まりました。12700K までであればケース内冷却でも問題なさそうです。それではまとめに入りましょう。
今回はアンテックさんからの提供で12700Kをケース内冷却できるかテストをしてみましたが、エアフローを売りにした DF700 フラックスとシンフォニー ARGB の組み合わせであれば問題なくケース内冷却はできました。想像以上に冷却が強くて少しびっくり。それにこの組み合わせであればケースに RGB ファンがついているので、ピカピカゲーミング PC が比較的コストよく作れるのもおすすめかも。難点があるとすれば前面がメッシュなので、めちゃくちゃホコリを吸着するのと静音性は少し低い、ということくらいですかね。ケースとしてはとても組みやすくおすすめできると思います。今回紹介したものは概要欄にリンクを貼っておきますので気になった方はチェックしてみてください。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。何回も組んでばらしては大変だった。フロントにもつけて測定もしてみたかったけど、大差はなさそうだな。